さあ夜9時を回りました。11月の10日火曜日、エンパナードタイム2の時間です。火曜日、今日のお相手 DJ モーリーでございます。夕方の番組で、ちょっとこう那覇のね、泊まり湯町というですね、ところのお話をさせてもらったんですけど、そこでね、本マグロのこの刺身をいただきまして、人数にすると5、6人前分ぐらいですかね、いただきまして、でこれやっぱこう一人で食べきれないので、で先ほどサンサンズのアビブサカッティフライデナイトの居酒屋収録がちょうどあって、で、その収録に僕もまあディレクターとして参加しまして、あせっかくなのでってことで、そのさばいたマグロを刺身をですね、お店に持っていきまして、でお皿に持っていただいて、でシークワーサーをね、こう備え付けてポンポンポンと置いて、で醤油をつけてわさびをつけて食べたんですけども、美味しかったですね。はい、もうこの脂が乗ってるっていうのが本当にこの見た目でわかるんですよね、やっぱりね。なんでしょうね、やっぱ新鮮なものとかっていうものはなんかこう目で見てわかる、そんな料理わかるわけではないですけど、多分美味しいんだろうなって思ったらやっぱり案の定美味しかったっていうね、そういった話なんですけど皆さん夕飯は何を食べたんでしょうかね。でね、また今日本当にあれですね、食えぶっていうわけではないですけど、その刺身を持っていったら、あ、マグロの、目ん玉のところがあるよということで、本当にこう拳大ぐらいのね、大きなこう目ん玉の周りのね、お肉というかをこう注文していただいて、でそれも召し上がったんですけど、もうこれもまた美味しいですね、本当に。僕お酒飲めないんですけど、多分お酒を飲まれる方はこれにね、島と一緒にとかビールと一緒に食べたらまたうまいんでしょうね。まあだいぶ秋からこの暦の上では冬ということなんですけど、もう今日寒いですよね、なんかね、半袖ではちょっと肌寒いかなという、そういった夜のね、気温になってますけれども、最高気温今日26度ということで、曇ってはいましたけどね、日中また暑いんですけど、だいぶこの朝とまた夜がね、肌寒くなったなという、そういったところですね。1時間のらりくらりやってる番組ですけれども、今日もテーマ設けて、この後1曲挟んでからね、その後にテーマ発表していきたいと思います。さあ、ツイキャス広げてみると、沖縄モンチッチさん、夕飯は卵トロトロおとんの手作りオムライス。あー、いいね、この卵があってトロトロとかっていう響きが出てくると、なんかこう美味しさをそそるというかね。そうなんですよ、これなんだろうね、メニューにね、めちゃうまサクサクとんかつとかっていう風になんかネーミングだけでめっちゃこう食べたくなりますよね。いやー、お腹空いてる皆さん、夕飯食べてない皆さんはもう今まさにこうラジオ聞きながらやさしてるかもしれませんね。最近ラジオが聞けなくてごめんね。明日はアジラジちょいとだけ観覧しに行きます。沖縄モンチッチさんからのコメントでした。忙しくない時にね、また参加していただいて。太郎介さんからも、のほーん、モーリーさんこんばんは。はい、こんばんは。はい、太郎介さんは県外出身ということでね、インターネットツイキャスを通じて、メッセージ送ってくれてますけどもね、11月の10日火曜日、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしております。さあ、それでは1曲、今日久しぶりにね、図鑑のナンバーからお送りしていきましょう。図鑑でハイジ。
エンパナードタイム2。この放送は小座高校道向かいにあります楽寿堂の提供でお送りします。さあ、火曜日のこの時間、生放送で10時までお送りしていきます。ツイキャス、ユーストリームで見てる皆さんも、そしてラジオで聞いてる皆さんもね、今日はどんな一日だったんでしょうか。今日はね、人にめっちゃ会った、そんな一日だったかもしれませんね。まあ、ユンタク、ハンタクもそうですけど、大体こう仕事でかな、人に会いに行ったりとか、で、ちょっとそこで、飲み物飲んだりとかね、食べたりとか、いろいろこうやったんですけど、やっぱり、あれですね、もちろん人に会いたくない時もありますけど、やっぱ人に会うとまたそこから、いろんなところからね、アンテナにこう引っかかるというか、ああ、そうだったんか、みたいな、なんか思いもよらない展開になったりとか、やっぱそういうものなのかな。まあ、会わないでいい時もあるし、会うと、逆にこう元気になるとかね、そういった時もあるんじゃないかなと。まあ今日はそれをこう考えさせられるような一日になりましたね。皆さんいかがだったんでしょうか。ラジオネームともぶんさん。お一人様 DJ モーリーこんばんは。パッカナーネームともぶんです。久しぶりに聞けてるぜ。てか少ししか聞けないはずだけど。今日は荷物的には少なかったけど、粘ってみてさ。はい、お疲れ様です。ね、配送のお仕事ということなんですけど、やっぱ日によって、量とかあるんでしょうね。で、届けたけど、留守とか、なんか多分そういうこともあるんかな。きっとね。腰やみしないように気をつけてくださいね。写真もいただいてますが、今日のお昼、沖縄市南東原のプラスワンの、テリーライスにしました。アジクーターの照り焼きチキンの下には、レタス、もやし、玉ねぎ、サービスでマヨネーズもかけてくれるよ。画像を見たいあなた、安心してください。ブログに書いています。いつものように、ひらがなで、とも文で検索。よし、荷物整理したら帰るぜ。ということで、いただきました。はい。めっちゃ、チキンがね、照ってる写真があるんですけど、今お腹いっぱいだからな。不思議だよね、人間の食欲ってね。満腹中枢って不思議ですよね。15分から20分とかでなんか満腹中枢で満たされるとかって言うじゃないですか。やさしてる時にこんな写真とか、話しただけでもよだれも出てきたりとかするし、あー食べたいなーってなんか気持ちもね、そういう風になりますけど、もう目いっぱい食べた、お腹いっぱいになった時に、美味しいステーキの画像とか、こういうね、写真を見ても、なりますね。でもあれでしょうね。まあ女性とかだったら特にスイーツとかってな、ガトーショコラとか、ね、ティラミスなのかなとか、そういうこうスイーツ系が出てくると、胃がひょいって開くんでしょうね。なんかこれ医学的にね、そういう風になんかこう証明されてるらしいですけどね。実際この胃にちょっとスペースができるっていう。面白いですよね、本当にね。さあ今日はですね、夕飯の話ではないんですが、多分、どんなかな、やってる人やらない人多いと思いますが、まあ分かれると思いますが、ご飯屋さんに行って、写真って撮りますかっていうテーマをね、ちょっとやってみようかと。もう今や、ね、携帯で画像を残せるし、動画を撮れるじゃないですか。で、どこまで許可をね、得てるかわからないんだけど、こう、カシャっていう音がね、鳴り、で、それをこう、Facebook なり、Twitter なり、Instagram だったりとかね、この SNS に、配信みたいな感じするじゃないですか。だから結構ね、そういうテーマを考えたときに、僕やってるんですよ。やっぱり、蕎麦を食べる前、ランチ行ったとき、夕飯のね、その現場の雰囲気とか、この食事関係、結構この、なんていうんですかね、ライブラリーというか、写真のこのページを見ると、
映ってるんですよね。まあ、またねこの Facebook とか載っけると、うわー美味しそうだな、行ってみたいなとかっていうことで、まあ発信もできますからね、行ったらね。ってことで今日の番組のテーマ、ご飯屋さんに行って、携帯で写真を撮ってますか。はい、なんかこう女子のイメージがねなんかあるような気もするんですけど、最近ではなんかこう男子もね負けじ劣らずでパシャパシャ撮ってる方多いんじゃないかなと思います。ラジオ聞いてる皆さんいかがでしょうか。もうトマブンさんはねもう思いっきり写真撮っていただいてますが、あは居酒屋収録で食べたんか、いつもテカって綺麗に撮れてるって評判だよね。このチキンテリヤキの写真ね、めっちゃ照ってる本当に。でこのまた照ってる下にキャベツがね千切りされてるっていう、このまた写真がね食欲をそそりますね。金か男子さん、こんばんは。モーリーさん、皆様ひんやりしてきましたね、寝冷えしそうです。僕は寂しいとか、あ違うか、僕は刺身とかか刺身とか生魚食べたら必ず下すんです。なので刺身に興味が湧かないんです。モーリーさんもダメなものってありますか。はい、金か男子さんからいただきました。あ、僕はもう貝類ほぼアウトですね。あと牡蠣、生牡蠣とかね、ウニとかイクラ、あと何があるんだろう、もうとりあえず貝はもうほぼほぼですね。あのサザエ、シジミとかあるじゃないですか、もうほぼ食べれません。はい、で今日ね、あん肝ポン酢なんとかっていうメニューが出てきたんですけど、あもうそれもちょっと、うん、肝系もあんまりなんですよね。だ結構ね、大人な割には好き嫌いが多いお子ちゃまっていうね本当にもうたくさん出てくるんですよ、もうこの嫌な食べ物、いやっていうわけじゃないですけど、食べれないものがね多いということなんですよ。はい、小座之助くん、モーリーさん、皆さんこんばんは。今日は珍しくお酒を飲みながら聞いています。お、小座之助がついにお酒を、おなんかあんまイメージないね。自分は気分で撮ったり撮らなかったりですね、今日のテーマですね。食べ物に限らず話題になりそうなものならば撮ることが多いです。あ、まああれか、最近でいくとライカムのデロリアンみたいな、まあこれは食べ物じゃないですけれども、どこそこの美味しいものがやってきたと、でそこに行ってパシャッみたいな、そういうことですねきっとね。うん、話題になりそうなものということですけれども、はい、やっぱりね美味しそうとか、有名どころに来た場合とかってやっぱり写真思わず撮っちゃいますね。うん、まあ、昔に比べるとこうなんか撮り方なんかもね自分の中で上手くなってきたんじゃないかなっていう、なんかそういう風にね思ってもきましたけどね。さあ、夕飯食べてない人からすると今日のまあ今までのメッセージの中身はちょっとこうやーさを煽るようなね、お話のような気もしますが、今日の番組のテーマはご飯屋さんに行った時に写真撮ってますか、写真撮りますかというのが今日の番組のテーマです。メッセージ761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。さあ、ここで一曲、リッキー G のナンバーから挟んでいきましょう。これにしようかな。はい、リッキー G で Bring into home to me。
さあ、エンパナー生放送をお届けしています。お相手は DJ モーリーです。今日は11月の10日ですね。まあ、最近いろいろいろんなこうニュースが流れてますね。いや、今日ワイドショーだったかな、ずっとこの速攻っていうんですか、速攻に身を潜めて夜中の3時ぐらいから、その速攻の中に入って、で言えばその速攻の上を通過する女子大生女子高生のねスカートの中を覗くって言って、5時間ぐらいかな、まあこの言えば人通りが多い学生たちがね、あの ATM とかでよく並ぶところの側溝にもう暗い時間帯からこう潜んで、でそこで携帯を片手にこの言えば側溝の下からねこのスカートの中を見るみたいな、そういうことをやって、28歳の男性がね最近逮捕されたというニュースやってたんですけど、なんだろう、すごいある意味根性だなってちょっと思ったし、まあ、女性側からしたらねめっちゃ気持ち悪いっていうことだと思うんですけど、またこのね容疑者は容疑者でまた何年か前にも同じことをやってて、でその時にはまあ供述としてはできれば道になりたい道路のね今道になりたいっていうぐらい、なんかこの盗撮っていうんですかね、覗き見っていうんですかね、このこれ何でしょうね、これね何なんだろうなっていうちょっと思いながら見てたんですけどね。言えばねこの速攻のところとかってまあ多分ね、そんな地上にはいないような虫だったりとか衛生的にも良くないし、まず速攻の中に入ろうなんて思わないじゃないですか。いやー、なんかいい大人だと思うんですけどね、28ってね、どんななってんだろうなってちょっとニュース見て思いましたけどね。最近なんかそういうニュースとかがね非常にこう多いような気してますけどもね、多くなる時期なんですかね、どうなんでしょうかねこれね。はい、あららかま西川さん、あと小学校6年生の12歳の男の子が大麻を吸引していたらしい。もう怖いわこんなのね。いやー、さあ今日の番組のテーマ、ご飯屋さんに行って写真を撮りますかっていうのがテーマなんですけど、あららぐまサイガーさん、こんばんはモーリーさん。今日のテーマですが、初めて行った飲食店の食べ物なら写真撮ります。でも俺は沖縄そばの写真が多いな。そば屋の写真が多いというね。うん、ここのそば屋さんは美味しいとか行きつけのとかってなってくるとやっぱり撮るでしょうねきっとね。まあ、結構ねパシャパシャ音いってるもんね食堂とかでね。金か男子さん、そうなんです、いつもテーマ用意していないから、してないからダメな食べ物的に振ってみたんですが、意外に今日はテーマが用意されていたんですねさっきのメールあれか、テーマ決めてないんだろうなっていう感じの流れからパスを出したってことですね。僕はご飯屋では写真を撮らないですね。早く食べたいからすぐに食べますけど、自分で夕飯料理したのを写真撮って相方とか友達に送ったらみんな見事にスルーします。モアイで友達にこれヒッチードゥで作った料理送っていくぜ、寂しいんかやって言われたのでもう送りません。はい。あれなのかな、一応こんなの作ったぜ的な感じで送るんですかね。この意図がね、なんで送ったのかっていうのがちょっとわからないですけど、うちの嫁もたまにやりますよ、こういうもの作ったみたいな感じでね、まあ、自分用で保存していたりとかしてますけど、すごいな、料理作れるってすごいやさ。まあ男子も女子もですけどね、うん、僕はもうほぼ最近はキッチンに立つことがないので、もう全く多分今できないと思うんですけどね。小座之助くん、今日はねちょっとお酒飲みながら放送を聞いてますという珍しい小座之助。ほろ酔いというチューハイの桃 P
ピーチですね。桃を一缶だけ飲んでいます。焼け酒ではないですよ。程よく酔ってきたせいか、季節とは違う意味の春が来ないかなと思ったんですが、自分で呼ぶしかないなと思いました。スマホのデータをスクロールしていたら、去年か一昨年くらい食べた担々麺の写メがありました。辛かったな。はい、ラジオネーム小沢助くんからいただいております。まあ今ね、スマホでこう撮ってもめっちゃ美味しそうに見えたりとかするもんね。この小沢助くんの担々麺もね、美味しそうに見えるよ。でもデージ辛いんだろうなっていうのもめっちゃ伝わってくる。これ最近僕ハエバルイオンかな、娘と二人っきりで、買い物行きまして、でなんか餃子とかラーメンとかうどんとか、お好み焼きとか、やっぱ冷凍食品がすごいこう一角コーナーが出来上がってて、でそこに店員さんがいて、でシューアイスってあるじゃないですか、シュークリームの中にアイスクリームが入ってるバージョン、あれをこの袋に詰め放題で400円とかっていうのがあって、なんか一通り見てたんですけど、大阪王将の餃子のコーナーがあって、そこで198円だったんですけどね。あんまりこの冷凍食品で僕食べないんですけど、やっぱこう大阪王将の餃子っていう見出しでちょっとね興味惹かれて買って、まあただこう焼くだけなんですけどね、美味しかったですね。うん。でまたこのシューアイスをちょっとね入れようかどうしようかなって見てたら、そこの店員さんが、はい、これ持ってって言われて、袋を持たされて、はい、入れてごらんみたいな感じになって、一応買うか買わないかも決めてないんだけどなと思いながら入れてたんですよ。そしたらやっぱり入れ方で、なんていうんですかね、この袋に入る数が決まってくるじゃないですか。縦に入れたりとか、ちょっとこのシューアイスかが、やつぶれみたいな感じで、ちょっと圧縮された感じになってたんですけど、あ、もう多分これぐらいでいっぱいかなっていうね、もう本当に溢れない程度でいいかなってやってたら、そこの、言えばね、販売員さんが、あと2、3個入るよって言って、こう2、3個ウェって上に乗っけてくれて、で、それをね、またビニールで持ってレジに行くみたいなね、そういったことやったんですけど、ああいう詰め放題で店員さんに詰め方を教わるってあんまりなくて、なんだろうね、まあでもおかげさまで、20個近いかなアイスシューを詰めることがねできましたけれども、担々麺なんかもね美味しいよね。はい、ということで、今日の番組のテーマ、ご飯を食べに行った時、ご飯屋さんで写真撮りますかっていうのが今日の番組のテーマとなっています。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。
お届けした曲は RSPM もう一つのラブストーリーでした。さあ今プレミア12プレミア12というね、国際大会やってますけれども、まあ最初の大会ということで、日本はプエルトリコあと韓国にね勝って、明日がメキシコ戦ってことなんですけど、もうなんか超豪華ですよね本当に。まあ、大谷投手のこの今無失点10奪三振のね記事がもう世界中、まあ、メジャーのねあのサイトとかでも取り上げられているらしいし、韓国のなんかこの監督さんもね、もう大谷一人にやられたらみたいな、なんかそういう風にねコメントを残しているらしいんですけど、まあ21位ぐらいでしょまだ。いや今後ね、やっぱ二刀流でちょっといろんな方のね、いや投手一本がいいんじゃないかとか、バッター一本がいいんじゃないかとか、なんか両方はっていうね話がありましたけど、普通にやってるもんね。いやー、しかも161キロでしたっけ最近この韓国戦でね。160キロってメジャーでもそうそういないピッチングですよね。まあチャップマンが170キロとかねいうあれらしいですけど、まあ、昔で言ったらグッテンとかのね、その辺のノーラン・ライアンとかの時代の話のような気がするんですけど、まあ、今後ね今年のオフか、海を渡るであろうメジャー選手ということで、前田健太とか、あとソフトバンクの、松田選手か、あとイーデホとか、いろんな選手がいるらしいですけどね、どんな感じになっていくんでしょうねこれね。で今日のプロ野球、今日のプロ野球ニュースということで、守備のベストナインを表彰する三井ゴールデングラブ賞、グラブ賞が今日発表されたそうです。2年連続日本一のソフトバンクからはサードで松田選手が3年連続4回目、ショートで今宮が3年連続3回目、外野手で柳田が、2年連続2回目と3選手が受賞しているということです。またセ・リーグ覇者のヤクルトからは両リーグ最多の227票を集めた中村捕手、川端三塁手が初受賞、3年ぶり2回目の畠山選手を含め3選手が選ばれました。昨年最多の4人が選ばれたオリックスからは1人も選ばれなかったということです。受賞選手パ・リーグはロッテ、涌井、西武、住谷、銀次郎、日ハム、中田翔、ロッテ、クルーズ、ソフトバンク、松田、同じくソフトバンク、今宮、同じくソフトバンク外野手柳田、そして、西武の秋山、ロッテの清田、まあ、これがパ・リーグの受賞者で、セ・リーグが広島、前田健太、ヤクルトの中村悠平、同じくヤクルト、畠山和弘、広島、菊池、ヤクルトの川端、阪神の鳥谷、同じく阪神の福留、広島の丸、中日の大島といったメンツとなっております。まあ、これがゴールデングラブ賞の皆さんということですね。なんか日本シリーズなんかもね終わってみたら、ソフトバンクの総力の厚さっていうかね、選手層の厚さがすごかったなっていう印象がすごいありますね。なんかまだ出てないというか、まだまだ控えいてますみたいな、そういう姿勢だった気がするんですけどね。はい、まあ、ヤクルトはヤクルトで、まあ、山田選手のねこの3打席連続ホームランとか、いろいろね話題性としてはすごいあったんですけどね。まあ、あと日屋根選手がね一応日本シリーズ出たっていうのもあるし、ただこう継続してなんかねスタメン頑張ってほしかったなというところありますけどね。荒田釜西川さん、ヤクルトの日屋根選手がゴールデングラブ賞を取ってほしかった、うちなんち的に。確かにね、で来年ね、また
うちなんちゅがどんな風に活躍するかっていうのも楽しみですね。個人的にはあの八重山商工卒業のね、大峰雄太翔太兄弟、あと石峰、外野手、ロッテ陣にもね頑張ってほしいなと思いながら、でソフトバンクの東山もそろそろね一軍でっていう、頑張ってほしいな。でまたあともう一回、もう一花、ヤクルトの荒垣渚二桁勝利とかね、頑張ってほしいなっていう、そういう気持ちありますけどね。うん、まあでもあの今回、ドラフトで西武に決まりました、中部商業卒、中城村出身田畑投手で、またアゲナ中出身、明治大学から、ドラフト1位ということで上原投手、これもまたすごいですよね、ドラフト1位が2人うちなんちからっていうね。こういった新人選手も頑張ってもらいたいし、でまた今までのねドラフトで選ばれたうちなんちの皆さんもまたこう復活してほしいなと思いますね。はい、あんまりね野球の話も僕夕方の放送であんまりしないので、この時間だけはねいっぱいできたらいいなとちょっと思うわけですよ。さあこちらジャックゴヤさん、モーリーさんこんばんは、こんな時間にもラジオやってるんですね、びっくり、お疲れ様です。はい、もうこの番組はねかれこれ12年ぐらいになります年数は鬼だよね、年数はね。もう今一切こうコーナーがないという、はい、全て自然消滅っていうね、そういう展開になってますけれども、なんか沖縄で新しい球団の話が出てるさ、うちなんちの選手を使ってほしい。あ、そうなんですか、この沖縄でってことですか。あはあ、一応ね人が入るかどうかっていうのはありますよね、やっぱりね。あ、でもなんかあってほしいね本当に。この外国人助っ人選手なんかも日系三世とかね、うちなにゆかりのある外国人助っ人とかがやってくるとかね、お父さんがブラジルとかペルーとかっていう人がね助っ人外国人みたいな感じで来たりとか、いやーもう最高でしょうね本当に。うん、いやそういう日が来るんかな、いつかね。金か男子さん、これがうざいご飯ですということで、作ったご飯をね写真を撮って、友達とかね相方に送るという話がありましたけれども、ハンバーグなのかな、ハンバーグにチャーハンに何だろう、何の合い物だろうこれね、あの白いこうプレートがあって、そのプレートの中にこの4つぐらいね全然違うメニューが入ってるっていう、これ自分で作ったんですか、またちょっとあれだねカフェ風だね、いやこれちょっとあれだね意外な感じ、なんか男の人があんまり作らなさそうなあの中身じゃないですかこれ、一つのね平たいお皿に4つおかずがあるみたいな、いやこれ結構美味しそうですけどね。でもあれかな、届いたらへえまあ友達だったですよ、友達だったらなんとなくへえの流れかなと思いますけれどもね。はい、いやでもいつか反応してくれるでしょうきっと、友達とかもね。はい、さあこの辺で曲いきましょう、インナーサークルゲームスピーポープレイ。
ラジオネーム、あららがまさいがわさんの曲のリクエスト、インナーサークル、ゲームスピーポープレイをお送りしました。リクエストありがとうございます。そういえば最近、西原にある、うんたま食堂でいいのかな、これね。うんたま食堂にも行ったな。メニューにチキンカツチャーハンがあるけど、めっちゃうまかったから写真撮ってきました。はい。あららがまさいがわさん。チキンカツチャーハン。チャーハンの上にチキンカツが乗ってるみたいな。そんな感じなんでしょうね、きっとね。わ、結構食べ応えがありそうな感じがしますね、きっとね。うんたま食堂。まあ、運動の運に、玉木の玉。で、うんたま食堂。で、いいんでしょうね、きっとね。まだまだね、多分開発してない、まだ見つけられてない食堂とかってたくさんあるでしょうね、きっとね。メッセージありがとうございました。CNN ニュースでこんな話題があるんですけど、がんのため余命わずかと診断されたスターウォーズファンの男性のために12月公開予定の最新作ホースの覚醒の未編集版がいつか特別に公開されたそうです。ディズニーの広報が CNN に明らかにしました。 CNN 系列局の KPRC によると、子供の頃からスターウォーズの熱狂的なファンだったダニエル・フリートウッドさん32歳、防水細胞肉腫という結合組織のがんのため7月に余命2ヶ月と診断されました。新作の劇場公開は12月の18日。死ぬ前にこの作品を見たいというフリートウッドさんの願いを叶えようと、インターネットで、つぶやいたところですね。このインターネットでこうつぶやいて、それがまあ運動になったと。ホース・フォア・ダニエルが始まり、出演俳優のマーク・ハミルさん、ピーター・メイヒューさん、ジョン・ボイエガさんも支援の輪に加わりました。ディズニーの広報はフリートウッドさんの夢を叶えられたことを関係者全員が嬉しく思うとコメントしています。ハミルさんは自身のフェイスブックにこのニュースを投稿、フリートウッドさんと家族への思いやりの言葉を寄せたということですね。はい、ということで、まあ、12月の18日公開までに、まあ、もしかするとね、命がないかもしれないっていうところから、この SNS に投稿してっていうねってことなんですけど、これめっちゃいい話ですよね、本当にね。それぐらいこう思えば、スターウォーズのもう最新作がどういう風になっていくのかっていうのが楽しみだったってことですよね。だからこれをやっぱり見るまでは死ねないっていうね、気持ちだったかもしれませんね。スターウォーズ最新作、いよいよ来月の18日の公開となっています。なんかこうね、一人の人のこのアクションで、ああじゃあみんなやろうぜっていう、この、まあ、沖縄でいうゆいまる精神だと思いますけど、それになった時ってやっぱりなんかこう、なんていうんですかね、支援の輪みたいなものあっという間にバーって広がっていきますよね。本当まあ今ね、オナガノアちゃんの、募金のお話なんかもねありますし、で以前にもね、心臓手術のためこうアメリカに渡米するので、募金をということで、いろんな人がこう活動をしてて、でそれが支援の輪が広がって、であっという間にね、その目標金額に到達して、無事手術を終えて今元気みたいなね。で今回のこうノアちゃんのやつもね、多分この沖縄県内に限らず県外とかでもね、呼びかけ多分されてると思いますけど、多分これがどんどんねつながっていくと、もう一気にこの目標金額3億2000万か、まあ、到達するんでしょうね、きっとね。でこういうやっぱり側面もね、人間ってあるからいいですよね。さあ、メールもこちら紹介していきましょう。トマブンさん、モリー、本日もお疲れ様でした。
あー着いたやっさ。はい、お疲れ様でした。南城市まで安全運転で帰ってよ。あ、1日600円生活もうやってないのかな。はい、最近ね弁当持参なんですよ。一応お金は持ってますよ、必要最低限は。だけど弁当を持たされてますから、もう1日600円とかっていうあれじゃないですね。うん、なんていうんかな、600円より持ってないに入るんかな。一応は何かあった時のために持ってますけど、1日600円じゃ使うかって言ったら使ってない。ではうーん、まあ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 、はい、まあね、それも仕事を取ってからね。はい、 MJ さん、お、この時間何、初めてですか、これ久しぶりですか。ハイサイ DJ モーリー、 MJ です。自分はさ、ご飯屋さんで写メ撮りませんね。大したところ行かないし、 SNS も基本やってないしね。どうせ撮るならビキニの可愛いお嬢さんとツーショットしたいけど、根性ないから声かけきれんさ。来年の夏は頑張ります。はい、本当に頑張ってほしいね。いや、まだ沖縄ですよ、泳いでる人いますよ。うん、外国人とかでしたけどね。うん、日中はね暑いですから。はい、一応ねビキニギャルがいたとして、写真いいですかって、もうどう考えてもなんか下心がありありですからね。そこを押し通すのか、あれがいいですけどね、こう水着をつけてて、でその上から T シャツをつけるみたいな、でちょっと海の家的なところでね、ちょっとこうねビキニが見えるみたいな、まあ、水着ですからそんなやらしい目線じゃないけど、 T シャツつけたところにっていうね。やばい、 MJ さん寄りになってきたな。金子男子さん、インナーサークル懐かしいですね。はい、リクエストはシャギーのエンジェルお願いします。うわー、これまた懐かしい、なんかこの世代の曲ですよね、これね、シャギーとかね。あー、じゃあ今日はこのシャギーのエンジェルを聴きながらお別れといきましょうか。放送時間も残り1分30秒となりました。まあ、ユースとツイキャスで聞いてる皆さんはね、11月ってちょっとこう肌寒いとかってイメージがありますけど、沖縄も最近日中まだまだね、25度を超すみたいな、まあ時にね29度とかなりますけどね。はい、こういった音楽がなんかあんま違和感なく流れてくるんじゃないかなと思います。ということで、11月10日火曜日、ここまでの放送はエンパナータイム2をお送りしました。この後10時からの大人の恋愛相談室は再放送という形でね、今日生ではないそうです。はい、また今週はどこの国に行ってるんでしょうか。来週、再来週、多分帰ってくると思いますので、ウーターさんとね、ヒーローさん。はい、来週の放送も聞いてみてください。火曜日、お相手は DJ モーリーでした。また明日の夕方4時に